ズインターネットサイン会始まりました。アメノモリカオミの前田心です。シーズニングス、リーダー平井美代です。よろしくお願いします。お願いします。パチパチパチ、お届けしちゃおうという企画になっております。イエイ。ということでね、今回ハッシュタグをね先に決めました。はい、今回はみよここブラザーズ。イエイ。はい、このね1個前のねリニスタさんのね、うん、インターネット委員会でいつたかびよこっていうね、うん、やってて、あのいつたか結婚してるね、新婚生活、うん、もう新婚生活じゃないか、もうね、もうね、もうお子さんもいらっしゃって、あで私たちもあの息子ということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ツイートたくさんよろしくお願いします。みよこちゃんはちなみにですね、もう8時回っておりますの で、ちょっと出演はできないということで、ごめんなさい、お願いします。すいません。はい、さらに今回ご応募されたすべての皆様の中から3名様に私たちの2人のツーショットチェキをプレゼントいたします。これは嬉しいですね。嬉しい。私自分たちで言っちゃうね。これは嬉しいでしょ。新しい衣装はシックでユニットごとに柄が違い、個性が出てて素敵で、ポニーテールもとっても可愛いです。みおちゃんの歌とダンスも人柄も全てが大好きで、いつも元気と幸せをもらっています。ありがとう、みおちゃんラブ。あら、もう嬉しいです。はい、可愛いお顔をカメラいっぱいで見たいです。カメラいっぱいで見たいです。 ありがとう。いや、可愛い。待って、何今の。下手じゃない。下手すぎくない。可愛すぎだろ。よちゃんラブ。ありがとう。はい、私事ですがもうすぐ誕生日なのでお祝いしてもらえたら嬉しいです。これからも応援してます。誕生日だって、はい、誕生日。ハッピーバースデートゥーユー。ということで、おめでとうございます。良い1年を。心ちゃん、みおちゃんをよしよししてください。これからも応援してます。大好きです。よしよしよし、かわいい。よしよししてもろた。今年の夏は夏らしいことしましたか？してたら教えてほしいです。みおちゃん大好きです。なんかした？夏らしいこと何もしていない。アイスはいっぱい食べた。アイスね、うん、あとさ、みんなでさ山中湖行ったのさ、うん、ちょっと夏らしかったよね。確かに、なんかなんだろうな、なんか合宿みたいなさ、ね、その控え室がちょっと畳の大きい部屋みたいな感じだった。修学旅行みたいな感じ、ね、そうだから、あ、みんなでここで雑魚寝したいねみたいな話してて、それがすごい楽しかったですね、うん、もちろんフェスはもう夏全開って感じだったんですけど、ね、まあ、プライベートではね、そこまでやらなかったという感じですね、うん、はい。みおちゃんの可愛さと常に全力のパフォーマンス、そしてタイミングバッチリのウインクに日々心を打ち抜かれています。ウインクしてんの？してるんだよ。あ、なんだっけ、じゃらじゃら、じゃらじゃ。でもこれはね、もうめっちゃ初期からやってます、ね、かわいいね、意外と上手。ウインク嬉しい。でもね、なんか最近さ、別にウインクしようと思ってやってるところもあるんだけど、うん、なんか勝手にこっちだけがね、ビクってなっちゃうのね。クルビーみたい。あ、そうなの？クルビー本当なんかね、自覚ないんだって。でもあの人は絶対やるよ。でもなえるって言ってた。なんか、そう、自然と出ちゃうらしい。ありがとう。みおちゃんの声や雰囲気がとても好きです。もちろんたまに超イケメンになる顔もみおちゃん最高。シーズニングス最高。ビヨンズ最高。イエーイ、最高じゃん、ありがとうございます。はい。何今の、バレながらなんだろう今のは。ココミオのお二人はかっこよさと可愛さをどちらもふんだんに持っている二人で、衣装がパンツ姿スカート姿どちらもあると思いますが、どちらの時がテンション上がりますか？これからもみおちゃん大好きです。ありがとうございます。どっちが上がる？テンションが上がるか、まあ、やっぱりあのズボンだとさ、うん、安心感があるからふぅってなるけど、スカートだとおお、なんかいつもとちげーみたいな感じでテンション上がりますね。わかるわかる。同じくですね。やっぱでもパンツはね、安心感すごい。そうだからいつもね、私服でもパンツばっか入っちゃう。わかる。私もスカート多分本当に数個しか持ってませんね。わかる、同じくです。はい、そう、なんかあのビタミン E でさ、いつもさ、かっこよくいるにもパーってやるのがすごい楽しかった ね。
アキツアーも一生懸命また踊り狂いますのでね、それまでお仕事頑張っていいよー、頑張っていいよー。なんかめっちゃ肘ポキポキ言ったよ ね今すごい腕聞こえたじゃん、皆さん聞こえた、みんな腕ポキって言ったよ今、みんな聞こえた。まあ私はいつも関節が鳴ることで有名なんで、まあご心配なんかこれで聞こえてたらめっちゃおもろいな、面白いな。では続いていかせてもらいます。聞こえたって書いてある。聞こえたのマジ聞こえたの、結構でも大きい音で鳴ったもんね。鳴るよねボキボキ。私もしゃがむたびボキボキ鳴るの。恥ずかしい。これがミオの関節の音です。怖な。レアですよこれは。はい、では続いていきましょう。恥ずかしい。なんでこんな後悔しなきゃいけないわけ。みおちゃんを調味料に例えると私の生活を甘々にしてくれるお砂糖です。みおちゃんラブだよ。嬉しい。お砂糖だって甘いシュガーですね。ありがとう、頑張ってね。頑張ろうね、はい、よし、ならなかった。よかった、ならなかった。よかった、ならなくて。ハスキーな歌声ででもベイビーみたいな可愛いみおちゃんを応援してます。ベイビー。もうなんで私はベイビーって言われるの。バブミジェントルってやつですね。なんかさ、多分さ、自分でバブミジェントルって言ったこと本当に人生で2回ぐらいしかないんだけど、なんかいつの間にかなんか広まってるよねこれも。なんか自分で言ってないからね、そんなに。初めて行った時とブログにタイトルで書いたぐらいで、マジで自分で言ってないから、そこのところよろしくお願いします、ね、まあ広めていきましょう皆さん。こちらこそよろしくお願いします。バジーン。はーい、はい、とかち。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ここちゃん。こんばんはだよ。こんばんは。こんばんはって声出るからこんばんはなんだ。あ、学びました。おめでとうございます。そういうことか。彼女は今。やばい、恥ずかしい。ひらがなでしか書いたことなかった。なんか今晩なんかあんのかな。こんにちは。こんにちは、ひらがなでしょ。今日と書いて今の日にちの日にはこんばんはと同じシステムで中が あ、本当だ、こんにちは。そうです。よかったね。じゃあちょっと読んでいただいて。すいません。こんばんは。はい、はい、こんばんは。質問ですが、夏休みの宿題は速攻派、計画派、ギリギリ派、どっちでしたか。私は僕はギリギリ派でしたって。私、あ、一緒ですね。ギリギリ派。はい、間違いなくギリギリ派。そうなんだ、ミオ。なんか計画的にやりそう。あ、そう見える、うん、嬉しい。見える、ね、でも見かけたもちろん。いつもあの夏休みの最終日はもうボロボロに泣きながら、そうなんだ、意外だった。不安ないよってやりながらやっておりました。みおちゃんといえばショートカットしか勝たんと思ってましたが、最近伸ばしてる髪型も似合っていると思うようになりました。どのくらいまで伸ばしたいとかありますか。本当に似合ってる。嬉しい。でもココちゃんも長い時期あったじゃないですか、うん、ね、あれめっちゃもう美少女っていうかさ、本当に素敵だしさ、うん、でも私はもう、もうなんなら腰まで伸ばしたいレベルなんですよ。超ロングにもしたい。見たい。過去である？ない。あ、でも肩甲骨までならあるよ。でもその時もクラシックバレエやってたからずっと団子にしてたり。そっかそっか。めっちゃ見たいな。おろしライフをあの楽しんだことがないんでね。そっかそっか。みおちゃんと心ちゃんの組み合わせの柔らかい雰囲気にはいつもすごく癒されています。はい、お二人の笑顔が大好きなので今日もお二人の笑顔をたくさん見れますように。ニコニコニコ。いつもニコニコできるのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。ニコ。はい、ということで、そう、すごい1000人を超えました。たくさん見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいわ。嬉しいや。で、嬉しいや。で、たくさん皆さん広めてくださいね。ぜひぜひお願いします。最後にみおちゃんのいいボイスでアルバムの聴きどころを一言お願いします。ちょっと待ってくれよ。よし、わかった、お願いします。アルバムの聴きどころは
寸劇です。はい、みんながね、あ、ここもイケボで行った方がいいの？そうだね。はい、待って待って、アドリブで言えねえんだよ。ファーストアルバムから成長したみんなの演技力、ぜひ堪能してください。はい。待って、こういうギャップがいいよね、やっぱミオのね。保て、長時間保てる。これからも浮気せずずっと応援していきます。大好き、ガオーガオー。そうね、浮気はノンノンですよ。ノンノンですよ、本当に。絶対に見逃せないポイントが虎視眈々のミオちゃんのウィンクなのですが、ぜひ画面越しにもう一丁お願いします。虎視眈でもやってたんだ。あ、そうそう、ドゥビドゥバでね。あ、そうそうそう、なるほどね。そう、ツアーではね、そこをね、抜いていただけてて、はい、なので、じゃあドゥビドゥバ。はい、はい、ありがとうございます。北海道でやってみたいことありますか？北海道でやりたいこと、なんかある？何？私は、美味しいもの食べたい。素直。みよは、何かな。何あと私は雪合戦したい。雪合戦。やっぱりね、海鮮丼たらふく食べたいな。カニ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 食べたい。カニ食べたいです。なんか今回のアルバムのジャケットの写真のプニテルがとても似合っていて大好きなのですが、今後やってみたい髪型はありますか？これからも応援してます。ありがとうございます。今パキってなったよ。またもうさ、多分日常生活になりすぎて自分で気づいてないんだよね。今もパキッ。もう悲しいわ。あ、そうね、何の髪型したいかって、うん、そうだな。じゃあもっと可愛くなったら、ツインテールしたいな。見たい。わかりません、いつになるのか。いつになるかわかりませんけれども、楽しみにしていてください。それまで応援しててね。いや、今すぐにでもできると思います。それはちょっとね、無理だな。先日ライブビューイングに初参戦して、お二人の可愛さ、かっこよさに打ち抜かれました。やっほー。6歳の娘と一緒に見ましたが、ポンポンが可愛いからビタミン B が好きなんだそうです。かわいい。いつか札幌から飛び出して会いに行きますね。のー、なんて可愛いの。待ってるよ。待ってるよ。本当に嬉しい。待ってます。一緒に踊ろうぜ。踊ろうぜ。前回のアルバムから約3年が経ちましたが、今回のアルバムを一言で表すとどんなアルバムになりましたか？うん、これからもずっとずっと大好きです。ビッグラブ。ビッグラブ。はい。どうですか？はい、今回のアルバムは、一言で表すと、成長です。間違いない。もう本当にみんなの成長をもうたくさん感じれるアルバムになっているので、皆さん楽しみにしててください。最近心ちゃんの影響で占いやラッキーアイテムにハマっています。そこで心ちゃんに今日のラッキーフードを決めてほしいです。またライブでお二人に会えるの楽しみにしています。はい、今日のラッキーフードはラーメン。ラーメンです。最近私マジラーメンブームで、いやー、の中でね、ラーメン食べたいの。ホルダーにいっぱいラーメンの写真あるんだって。そうなんですよ。大人になれるよう頑張ります。イエイ。イエイとか言わないかな、大人の女性は。いやいや、言う言う。いい、大丈夫大丈夫。イエイ。はい、どんどん行ってこう。友達とお菓子を交換することにハマっています。かわいい。心ちゃんとみおちゃんがお互いにお菓子を交換し合うとしたら何を選びますか？それぞれ教えてください。さっき ね交換したね。そうなんです。私がアメちゃんをあげました。アメちゃんをもらって、私はチューイングキャンディーのね、お菓子をはいってあげました。終わったら食べる予定です。そうです、楽しみ。お菓子ちょうだい。ちょうだい。待ってるよ。世界一可愛い心ちゃん大好きです。可愛い決めポーズをしてください。うん、可愛い決めポーズ、なんだろう。大得意の、はい、歌うます。ありがとうございます。うん、かわじい。ここちゃんは今年20歳を迎えましたが、2人が20歳になったなと感じたのはどんな瞬間でしたか？ここちゃんラブだよ。おお、そうだな。0時00分になった瞬間、自分でおめでとうってしました。かわいい。20歳になったぞって。かわいいな。
似合ってるって。あ、嬉しい。そう、なんか珍しく、うん、カチューシャつけてます。可愛い。ナイス。ナイス。はい、おすすめの曲は、雨の降りカーミの循環、ぜひ聴いていただきたいです。うん、私も。お願いします。大好き。ねえ、ずっと聴いてるもん。嬉しい。いつかね、ミオにも歌ってほしい。わー、歌いたいし。こちらの曲、ダンスがかっこよしこちゃんです。見てください。名前詰まっちゃう、ほんとミオ面白いわ。アルバムたくさん聴くよ。美容最優宮殿も見に行きます。心ちゃん大好きです。うん、ありがとうございます。なんだっけ、うん、ちょっと今虫がいてごめんごめん。先月我が子が2歳の誕生日を迎えました。おめでとう。おめでとう。まだ片言しか話せない我が子ですが、先日急になんでさ先輩と歌い始めてびっくりしました。子供は親の姿を見て、親は美容の姿を見て日々成長しています。これからも親子ともども応援してますか。どうしよう。ね、そのなんか動画とかないですか。くれくれ。めっちゃ可愛いんだけど。何すよ。もう嬉しい。よしよし。もうぜひね、一緒に美容をしていただけると嬉しいなと思います。2歳から美容のファンになってください。英才教育でよろしくお願いいたします。明日からの仕事も頑張れるように心ちゃんパワーを送ってくれると嬉しいです。心ちゃん大好き。ココちゃん、みよちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、もうちょっとありがとうこんばんは、ありがとうは成田さん、こんばんはおすすめの一曲おすすめの1曲はそうだな、ちょっと待ってね、うん、あのねもうこれなんか言ってない曲言ってるみたいになっちゃうとあれなんだけど、あの、うん、本当におすすめだから言わせてくれ。そうなんだよ、言わせてくれ言わせてくれ。本当ゴーゴー大臣いいぞみんな。いや、それがゴーゴー大臣いいぞ本当。危ない、歌いそうだった。いや、もう早くね言いたくてしょうがないし、見てほしくてしょうがないんだけど、ほんとゴーゴー大臣はいいぞ。うん、ほんとに見てくれ。はい、一言です。お、心ちゃん大好きです。てれんかわいい。てへって書いたんです。いや、なんか照れてる絵文字が最近回ってるのは、私はやっぱラーメン。うん、ねえだと思ったよ。ラーメンね、この前あの家で父ちゃんがね、うん、生姜醤油ラーメン作ってくれて食べたのね。めっちゃうまいんだこれが。さあ、本当に、もうみや今度あの父ちゃんのご飯食べに来てね。お邪魔します。どうぞ。よろしくお願いします。ここでお約束。手土産でも、はい。ありがとうございます。てかね、コシタンタタン大好き。かっこいい。はい、ね、かっこいいよね。あ、そう、それが好きなの。私それ大好き。やってないけど私。ジェン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 。ここ注目してください本当。注目してね。私やってないけどよ。歌ってるココちゃんを注目してください。いっぱいこう見てください。よ、ここに質問です。はい、何でしょう。〇〇の秋ってよく言いますが、2人はどんな秋にしたいですか。何ですか。私はですね、やはり舞台もあることですし、芸術の秋にしたいと思います。そうですね、私はもう私の気持ちを大切にいきますね。はい、食欲の秋です。はい、もうお腹が空いてたまりません。はい、マイハートイズヒア。はい、なんて言ってるでしょう。これははい、私は調べたのでわかります。はい、あのね、聞いて、はい、バースデーイベントの T シャツにね、うん、ここにマイハートイズヒア書いたのよ。あ、よかった。で、私は、ま、あの私の心はここにあるっていうキャッチフレーズがあるんだけど、うん、これ英語で書いたらなんて言うんだろうなと思って、さすがにさ、なんか私の心はここにあるってさひらがなで書いたあれかなと思って、うん、ちょっとね、英語にしてみたんだけど、わかんないから、私の心はここにある英語って調べて書きました。 My heart is here。 ありがとうございます。 My heart is here。 うん、はい、はい、ありがとう。今回アルバムの曲でゴーゴー大臣という楽曲がありますが、自分はビヨンズの中で何大臣を担当していると思いますか。大臣、うーん、はいはい、腹ペコ大臣。かわいい、かわいい。私なんだろうな、今はじゃあ考えてあげるよ。うん、ありがとう。はい、バブミ大臣。はい、あー、バブミ出た
ひじポケポーズとか誰を描いてんの？ひじポケ？どうやってやんの？なんだろう。どうやってやんのよ。あとはひじポケか腹ペコ大臣とバブミ大臣。じゃあどっちもやろう。あ、どっちもいい。あ、いいじゃん。いいかな。はい、じゃあまずひじポケ、ひじポケがどっちやんだ？ひじポケ？ひじポケ。はい、じゃあみんなスクショしてください。はい、ポキポキ。ポキ可愛くねはい、あとは、バブミ大臣、腹ペコ大臣。バブって何？バブバブしとけばいいんだ。あ、可愛い。あ、それそれそれはい、お腹すいた。バブバブ腹ペコ。なんかはい、オープニングでも告知してましたツーショットチェキ撮影と抽選を行いたいと思います。はい、じゃあ撮りましょう。はい、私がですか？いや、一人で撮る。じゃあここですか？うん、よいしょ。私がこっちの？あ、なになになにチェキを撮る。立つ。あ、立たない。立たない。ここ、イエイ。あ、こうだ。イエイだ。こっち。あ、違う違う、ここ。ここでイエイ。あ、こっちだって。にょーん。にょーん。ちょっと待って、ちょっと待ってて、ちょっと待ってね、みんなじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、ちょっと待っててね、じゃじゃん、はいはい、もうちょっとつないで、じゃじゃん、ありがとうございます。はい、それで何撮りましょう。何がいいかな。ごめんね。腹ペコと、よくやります。あ、じゃあ普通に腰下んでいい。腰下。目閉じてなかった。大丈夫。どうする。あとは、なんだろう、かっこよくやっとこう。かっやっとこうとか言わなかった。かっこよくしよう。なんかこの切り替えの顔見られるのめっちゃ恥ずかしくないこれ。うわ、うわ、調子乗ってるわ。あと、なんだろう、じゃあ、かわいい系やろう。かわいい系。キュルンみたいな。キュルン。あとはやっぱバブミをお願いしてもいいですか？え、バブミ、うん、皆さん見たいよね。はい、やだ。こうラスイチ。じゃあハート、ハート。はい、ありがとうございます。ハート、ハート。うん、うん、はい、撮れました。撮りました。はい、ありがとうございます。ではではでは、いきましょうね。抽選箱にはね、今回ご応募いただいた全ての皆様のニックネームが入っています。うん、抽選箱こちら金ピカですよ。ピカピカ。はい、この中から3名様にこちらのねツーショットチェキをプレゼントいたします。うん、皆さん間違えた。まず一人目、みゆちゃんお願いします。うちやん、ちやん、うににさんです。おめでとう、うににさん。おめでとう、おめでとう。じゃあ次私いっちゃおうかな。これだ。ドドン、とばさん。おばあさん、ありがとう。ありがとうございます。おめでとう。はい、ほんで、はい、ドゥルル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